かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。すべてを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものを。は。父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと。ペルセウス！妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。戦った、どう考えてもおかしいね。まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。中の仲間か。
初めて見る顔だが、やはりあいつらの仲間だな。あいつら、誰のことだ。とぼけおって力ずくで追い払うまでよ。厄介な奴らも、けど俺たちの主は強い。てめえらでもかなわねえよ。強気あるじゃん。ガチに突っ込んだ。言われなくても分かっています。お前たち羽柴軍ではないだろう。どこの軍のものだ。まだとぼけるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界。他の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。あ、もしかして羽柴の同盟軍でしょうか。落ち着いてください、母上。それにしても様子が変です。俺に勝てると思ってんのか。しまうとはな。おやおや、騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですな。大方例の連中の仲間だろう。父上の手を煩わせるまでもない。あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。雑魚ではなさそうだな。この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ迫力。あれが敵の総大将でしょう。そのような、気を緩めるなよ、しみり。ここまでですぞ。これより先へは行かせませんです。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ち塞がるも戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いや、敵の言うことなら信じられませぬな。兵器も陳旧も倒すと面白い。